鴨川を旅する鴨旅。今日は前原横須賀海岸にやってきました。とっても綺麗で気持ちがいいですよ。ここではいろんな体験ができるということで、今日は一日満喫します。2018年3月25日に鴨川市前原横須賀海岸で行われたグランピングモニター実証実験にお邪魔しました。このイベントは前原横須賀海岸をより魅力的にするための実験的なイベントなんですね。さて、一体どんなイベントなんでしょうか。楽しみですね。ビーチヨガ体験は女性に大人気。砂浜にヨガマットを敷いて波の音を聞きながら、インストラクターの先生の指導のもと、ゆっくり体を動かします。呼吸をするたびに海の香りも感じられ、心と体が解放されていくのが分かりました。どうでした？すごい気持ちよくて呼吸がスーッとしました。いや、本当に横自体も経験もなかったので、すごい貴重な経験ができて楽しかったです。はい、癒されました。グランピングエリアでは事前に申し込みをした4組のグループが体験。グランピングとはグラマラスとキャンピングを掛け合わせた造語で、贅沢にアウトドアを楽しむ新しいリゾートスタイルのことです。テントやバーベキューセット一式、食器などは全て準備されていて、参加者は食材や飲み物を用意するだけで OK。 時にはスタッフに教えてもらいながら、それぞれにグランピングを楽しんでいました。楽しいです。楽しいですか？楽しいです。なんかあの食材だけでいいんですよね、ここ。はい、ね、そうです。食材だけでいいなんて便利です、ね、楽しいし楽だし。あー、よかった。してますね。ヨガの後のランチですね。美味しいです。美味しいです。超うまい。なんはソーセージをどう美味しくなく食べるか。今日はどちらからですか？東京からです。東京からですか？そうでしたか。食材とかだけ持ってきていただく感じなんですけど、いかがでしたか？まあ、楽ちんでいいですね。可愛らしいし、お天気も良くておしゃれだしね。おしゃれですよね。超豪華な感じ。おかげさまですごいおしゃれにできたら、この先もこんな形で参加したいと思うんですけれども。さあ、素敵なこのテントの中にお邪魔しましょう。わー、すごい広い。わー、すごい。風も遮られてますから、これはゆっくりと過ごせますね。ちょっとソファーにも座ろう。よいしょ。わー、快適快適。グランピングハマっちゃいそうですね。テントの中も過ごしやすいし、美味しいものも食べられるし、最高ですね。いやー、中も気持ちいいですよ。テントの中では本を読んでくつろいでる人がいます。なるほど、そういう過ごし方もあるんですね。超豪華な感じ。はい、どうぞ焼けたので食べてください。いいですか？はい、どうぞ。ありがとうございます。うおー、ホタテ。さあ、ホタテちゃんです。いただきます。笑いが止まらないぐらい美味しいですよ。すごく磯の香りがして、やっぱりかあの身の部分がすごくジューシーなんですね。焼きたてですから。次は海釣りも体験できるそうなんです。いやー、見渡す限り海海海、気持ちいいですね。海釣りに来てる方も多いんですよ。
海釣り今日初めてですか？いや2回目です。あ、2回目ですか。難しくないですか？いや難しいです。でも釣れましたね。海釣り体験ではプロの先生から手ほどきを受け竿を投げ入れます。じっくり待つこと数十分。チャンスだ今。頑張れ頑張れ。釣れた、すごい釣れた。ありがとうございます。今の気持ちは？え、もう本当に嬉しいですね。もういるいるいる。巻いて巻いて巻いて。すごい、さよりだ。さよりです。やったー、持ってるわー、すごい大量です。すごい、こんなに釣れちゃいましたね。今日の食事ですね、お父さん。今日の食事ですね。酒が大好きですからね。一緒に進みますね。今日は日本酒だな。海釣りだけでなく、なんと投網体験までできちゃいました。普段なかなか触れることのない投網に参加した人たちも興味津々。まず手元をこれやってのこれだ。そこの後のでもここ一つまみってそんな両手両足。体験してみると網を投げ入れるにもコツがありました。準備はバッチリ。準備バッチリ。この後にこういう向かって投げる、軽くハンドをつけて手を。ではこれが重要ですか？見てきます。はい。あそしてプロの先生はというと、さすがです。これはフグですね。フグ。すごい。すごい。何これすごい。いい時だと下ビラメがこの場に取れます。魚が取れると参加した人たちからは歓声が上がっていました。可愛いところ見たいな。やべとか見たい。あ、本当だ。さあいかがでしたでしょうか。海辺のグランピングと体験プログラム、とっても盛り上がっていましたね。鴨川の魅力を満喫する一日となりました。皆さんも鴨川に遊びに来てくださいね。